はい、こんばんは、カノンロックです。いかがお過ごし？今回は TWICE BDZ ハイタッチ会の感想、あ、ちなみにこの方は、ラブリーさんですね、ハイタッチ会の感想、気づいたこと、そして買ったグッズなどについてお話しようと思います。もうほんとね、こんなことしてる余裕ないくらい、まあ、結構やるべきことがいろいろあるんですけれどもね、ハイタッチ会のこの熱量がね、まだまだあるうちにちょっともういろいろだーっと喋っちまおうということで、カメラを回しております。最近これを飲みながら仕事するとハッカードルで、今回私がお会いしたのはこちら、ででーん、ついちゃん、サータン、みなり、ダヒョンちゃんです。あの前回の BDZ の開封動画で当たったのはこちらの3名なんですけれども、その後にね、最近ワンスト貸した委員著氏から誕生日プレゼントということで、このサータンのトレカをいただきました。もう本当に多分ね、これ以上嬉しいプレゼントないのではっていう誕生日プレゼントをいただきました。ありがとうございます。はい、なんかその模様とかは多分ツイッターに上がってるんで、詳しくはウェブで。さて、もう今回本当にね、天気も良くて、あと人も多くてね、あれハイタッチ会ってこんなに多かったっけっていうくらいの混雑ぶりだったような気がしますね。まず1人目、でん、ダヒョンちゃん。久しぶりのハイタッチ会だったので、なんか今回はちゃんともう入場前から一瞬やからな、一瞬の出来事やからなってこう内心覚悟をしながらですね、入場しまして、ほんとね、もう前回のジヨのハイタッチ会がもう思ってたよりも一瞬で通り過ぎてしまって、でも体感 0.3 秒とかの世界だったんでね。ダヒョンちゃん多少日本語わかるみたいなんで、韓国語と日本語どっちで声かけようかなって迷ってたんですけれども、でテント入っていって、で私の前の人がこんにちはって多分言ってたんですよね、日本語で。でそれにつられて私もこんにちはって私も言っちゃったら、ダヒョンちゃんがこんにちはってもうめっちゃはっきり目合わせて言ってくれて、返してくれて、えってなんかもう想像つく人いると思うんですけれども、ダヒョンって表情めっちゃ豊かなんですよね。でわーみたいな、おーみたいなこう表情してくれて、あ、めっちゃ可愛いなこの子と、もう BDZ のライブの時の話も、まあ、またね改めて話したいんですけれども、私がその BDZ のセンターステージの真横の最前だったんですけれども、ダヒョンがこうウィンクしたりキリッとした顔したりですね、あー、もうこの子めっちゃ器用な子だなーって思ってたんですけれども、実際ね、それを自分に向けられると本当に破壊力がすごいですよね。ありがとうございます。で2人目、みなちゃんなんですけど、幕張の会場でやるハイタッチ会って、まあ、私が前に行った時も結構そうだったんですけれども、メンバーの休憩時間とか、まあ、もちろん必要なんですけれどもね、列整理の時間がめちゃ長くて1時間くらい待たされることも多いみたいなんですよね。列並んでて30分ぐらいもう列の中で待って言ってたんですけれども、風の噂がなんかこう流れてきて、なんか次の開始1時間後らしいですよみたいな話して、こう結構周りがざわつき始めて、マジでって思って、で一緒にいてた院長が警備の方、スタッフの方に確認したら1時間後ですってもうはっきり言われたらしいんで、じゃあもう一旦列から抜けろと思って列から抜けて、あの例の幕張メッセのラーメン屋でラーメン食ってましたなので、そのめちゃくちゃ待機時間が長いこともあるよっていうのはハイタッチ会の一つの教訓としてちょっと覚えておこうかなと思います。でそんな感じでやっと始まりまして、みなちゃんの列がもうこの時めっちゃ進み早くて、日本語で一言声かけたいなーって思ってたんですよ、まあ、日本人メンバーの時はね、まあ、日本語で一言かけたいなーって思ってたんですけれども、無理そうかなーっていうぐらいのスピードで、ですぐ自分の番になっちゃったんで、もうあ、ライブかっこよかったですみたいなことを言ったら、ありがとうございますって綺麗な声でね返していただきました。ものすごいスピードで流れてたと思うんですけれども、あの中でこう迅速な対応をしていただき本当にありがとうございます。もうやっぱりこの日の2週目だったのもあって、いろいろ心構えもできてたのもあったのかなと思います。意外とね、
落ち着いて声かけできたなーってちょっと自分の中で嬉しく思います。あと日本語で通じるってやっぱいいですね。韓国語もちょっとだけ勉強中なんですけれども、まだまだこう修行不足でちょっと時間はかかりそうですね。ありがとうございます。はい、そして3人目、じゃん、ついちゃん行ってきました。ついちゃんはもうミナリーが終わってすぐに行きまして、もう列が動いてるうちに、もう列止まる前に行かなきゃと思いまして、テントに入った瞬間、天使、顔小さい、もう綺麗、もうオーラが違いましたね。神々しさのオーラが出てましたね。まあ、変な話なんですけど、今まで生で見た人類で一番美しかったですね。本当に冗談抜きにびっくりした。もうそれくらい可愛い。本当にあの写真とかで見るのも本当、もうミュージックビデオで見るのも可愛いんですけれども、生で見ると本当に違うなあ。今必死に思い出してるよ。必死に思い出してる。まだ覚えてる。で、ついちゃんの場合はあんまり日本語わかんないのかなと思って、アニハセヨーって伝えたんですよね。そしたらもう天使のような笑顔で、まあほらあの iPhone でさ出せるあの黄色い笑顔みたいなのあるじゃん。いや、これで例えるのもちょっと失礼なんですけど、可愛い天使の笑顔でね返していただきました。本当にありがとうございます。もうついちゃんはあれやね、ハイタッチとかレスが欲しいとかじゃなくても、そこにいる姿を眺められるだけで十分に幸せになれる雰囲気ありますね。よく分からんけど。はい、そして最後、あ、引っかかった、じゃん、サータンです。もうね、サナは最後に行こうって決めてたんですよ。決めてたんですけれども、やっぱいよいよ次サータンかって思うと、なんか急に緊張してきてね、今日楽しかったけどこれで終わりかみたいな、こう寂しさも結構あったりして、テント入っていったらリアルに夢にまで見た本人がそこにいて、うわってなりましょう。もう可愛いんだ、また可愛い。もう本当にありがとう、もうそれで生きてきてよかったっていうレベルでね。なんか何がその時あったのか、前の人とかなのかな、あの影響なのかちょっとよく分かんないんですけど、めちゃくちゃニコニコした笑顔でね、異様にテンションが高くて、みなりの時と同じく日本語で声かけようと思ってたので、もうなんかただの語彙力を失ったオタクの喋り方で、ライブめっちゃかっこよかったですって言ったら、サナがよーって結構な大声で返してくれて、これで最後かみたいな、さっきまでの哀愁とか全部ポーンって抜けました。いや、なんであんな元気なん？だって結構終わりの方だったと思うんですけども、疲れてんじゃないかなって正直思ってて、侮れないですね。さすがサータンやわ、本当に。まあみんなに結構ハイテンションで返してたのかなって思うんですけれども、まあ私としてはそれが結構嬉しくて、そのなんか分かりやすいって分かりやすい返事が返ってきたっていうだけで嬉しかったですね。いや、さすが港崎プロはちげえな。いや、ほんとサータンよかった、ほんと可愛かった。もうちょっと気持ち悪いこと言うんですけどね、手洗いたくないっていう気持ちが少し分かった気がします。まあさっき普通にお風呂入りましたけれども、 TWICE を好きになったきっかけがサータンですからね。あ、そうです、もうちょうど1年くらいになるんですよね。まだ好きになってから1年って言われることもあるかなと思うんですけれども、いや、もうね、そんなことはいいんですよ。もう充実した1年を過ごさせていただきました。本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、というわけで、今回4名行かせていただきました。もうね、ほんと楽しかったね。前回の一瞬で終わっちゃったなっていう感じと比べて、4枚もあるとありがたい話なんですけれども、一日中楽しめたなっていう感じがものすごくしました。ちなみにね、このサータンくれた委員長が辞表だけ5枚っていう荒ぶり方をしてて、まあ、割と普通にドン引きしてたんですけど、彼曰く5枚あるとやっとそこでなんか会えたって感じに達するらしいです。なんかもう想像もできない未知の領域すぎて、ちょっと何言ってるかよく分かんないんですけど、で最後に買ったもの紹介します。あ、ちなみにこの子は、BDZ の時に買いました。ラブリーさん、ピンクていうか、 BDZ の時に思ったよりいろいろ買ってしまったので、今回は本当にちょこちょこっとなんですけれども、はい、今回驚きの新商品が出てましたね。ちょっと話題に上ってましたけれども、でーん、肩たたき棒2000円でございます。なぜっていうこれね、こういう普通に棒の先にラブリーさんの生首がついてるっていう奇抜な商品なんですよ。こういうの出されると
ちょっとね欲しくなってしまうっていう怖いところがあって買ってしまいました。これ多分ね肩叩きに使わない気がする。そんなねなんかね肩叩きの棒の大事なところって衝撃、肩叩いた時のボスって当たる感じだと思うんですけど、これラブリーさん普通にねぬいぐるみのこの子のぬいぐるみと同じくらいのクッション性があって、正直叩いてもそこまで肩の疲れがほぐれる感じはしないかなっていうのはあるんですけれども、これだけでも結構なんか面白い見た目してるんで、なんか今後動画とかで使っていこうかな。はい、こんばんは、カノンロックです。いかがお過ごし。ちょっとねいろいろなんか使い勝手が良さそうですねこのフォルムは魔法のステッキみたいやなこれ。お次はでん、ラブリーさんのぬいぐるみバッグチャームです。1800円でございますね。ラブリーさんグッズが結構目白押しで、結局3つもラブリーさんがいる状態になりましたねこの子もねピンク惜しかったんですよ、まあ、ピンクのラブリーさん結構可愛いなと思ってて売り切れてて、まあ、ピンクはね一番最初に完売になってしまったのでピーチとパープルといて、まあ、ピーチっていうのがまあ我々の感覚からするとオレンジなんですけど、まあパープルも可愛いからパープル買おうかなと思って買いました。この子まだ開封してないんですけれども、ファンタジーランドの時のピンクのショルダーバッグにつけて可愛いかなと思って買いました。はい、そんな、板場を作ろうと思って買った靴がこちらですね。でん、サータンのキーホルダーと缶バッジでございます。いいね、なんか公式グッズの缶バッジとかキーホルダーとかバーって板場を作りたい痛いバッグを作りたいのでいろいろ買っていこうかなと。缶バッジとかもねいろいろそんなに持ってるわけじゃないんですけれどもね、これから集めていこうと思います。おたかつって大変だな、もっともっといろんなグッズ買ってる人はすごいなと思います。無理のないように頑張ろうと思いますそんな感じで TWICE の BTZ ハイタッチ会は本当に楽しかったんで、またのね機会に行きたいなと思います。次はシングルか、次はシングルならもうちょっと詰めるかわからない、もう無理しない、本当に無理しないって言いながら結構今回無理したんですけれどもね、全然後悔はないです。また行きたいなと思いますというわけで本日もお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録や、高評価などしていただけるときっと皆さん幸せになれるんじゃないかなと思います。知らんけど、おつかのん、おやすみなさいませ、またな。うー、Like a Budoza.